富士九93レリーフ富士器939月30日から1970年12月11日は日本の登山家でありロッククライミングクラブの創設者である京都府福知山市の生まれ京都山中を卒業し早稲田大学文学部の英文学科に入学するも中退1909年に東京毎日新聞社に入社した1909年に 大和新聞に移籍し、1915年には朝日新聞社に移る。1916年に特派員として東国の宮の槍ヶ岳登山に随行する。1919年神戸市局長となる。西宮市甲子園に住み、六甲山の岩場をロックガーデンと命名する。また甲子園球場にあるアルプススタンドを最初にアルプスと形容したという説がある。 1928年には日本初のロッククライミングを目的とした山岳会である RCC 導人を水野翔太郎や西岡和夫と共に発足させる。1929年、やはり日本初の岩登りの理論書である岩登り術を刊行すると共に、8月には案内人の松井健三と共に北穂高岳滝屋の初登販に成功した。 1930年5月、日本を離れ、パリに滞在。6月から9月の間に、モンブラン、マッターホルムなどの岩場を投範した。1932年に、カラフトのトッソヤマを投範した。1935年、京都大学山岳部の白頭山への陶器遠征に、記者として参加した。1936年には、1月に、石槌さんの陶器発動を成し遂げた。 1959年、日本三学会顧問。第二次 r c c の創設時には、奥山明に壊れて顧問に就任した。ありがとうございます。